こんばんは、戦国どうでしょうでございます。さて本日は渋沢栄一と大久保利通のお話でございます。以前もお話ししましたが、この二人仲が悪かったんですね。さて何がね問題だったんでございましょうか。ってことで本日の本題でございます。渋沢栄一でございますが、いつも取り上げます実験論語諸聖談においてこのようにね述べております。壮年の頃の逸話をした序であるから、余談ながら一つ申し述べておくが、若いうちはとかく何事にも素直になりがちなもので、思いうちにあればほか、思いうちにあれば色、外に現れやすく、遠慮なく思ったままに言うてしまうから他人に嫌われたりすることにもなる。しかし長いうちには他人も了解してくれるものである。私なども壮年の頃は随分率直で、思ったことは包まずはばからずどしどし言ってしまうのを例にしていたので、大久保利通さんには大層嫌われたものである。というふうにですね、まずこの中で大久保利通に嫌われておりましたということをね述べているわけでございます。年齢的な話でございますが、大久保利通は文政13年の生まれ、対して栄一は天保11年の生まれでございますので、まずね10歳ほど年齢差があったわけでございます。まあ、以前もお話ししたようにですね、旧幕臣の排除をしたい大久保からしたらですね、旧幕臣である渋沢栄一が思ったことをねどんどん言ってくるし、なんだこの年下っていう感じなのもね、気に入らなかったわけでございましょう。そしてさらにこの実験論語諸聖談続くわけでございます。総じて殺衆人には一種妙な癖があって、何か相談でもせられた時にすぐそれに可否の意見を述べるとこれを喜ばず、熟考した上にお答えするとでも申して一旦下がり、翌日にでもなってから意見を述べるとこれを入れるというような心がある。殺衆人であったからさすがの大久保卿もやはりこの癖があった。しかるに私が卒事として流入室の財政原則から解いて諮問会議の席上、直ちに卿の意見に反対を表明したので、維新三傑の一人と称せられるほど偉い方ではあったが、ようやく30を越したばかりの最も年齢の若い私が、せっかく卿が心に決めておられたところに反対したのを聞かれて、こしゃくなやつだとでも思われたものか、大久保卿は忽然として色を帯び、そんなら渋沢は陸海軍の方はいかんことでも関わらぬという意見か、と私に詰問されたのである。これに対し私はいかに渋沢が軍事に通ぜぬとは申しながら、兵備の国家に必要であるぐらいのことは心得ている。しかし大蔵省で歳入の統計が出来上がらぬ前に巨額な支出の方ばかりを決定されるのは危険この上なき御処置である、とさらに抗弁したのが、他の大将に反対意見もなかったので、ついに大久保卿の意見通りにグツグツと決定されてしまった。とですね、財政支出をめぐって大久保とバトルへね発展してしまうわけでございました。もうこのね最初の数行に薩摩出身者がいかに面倒くさいかっていうことがね集約されている気がしないでもないんですけどね。この薩摩の人のね妙な癖を理解せずにずけずけと意見を言う栄一を大久保利通が嫌わないわけがねないわけでございますよ。一旦下がって考えてもう一回言わなきゃいけないのに、それをもうその場で即答でボーンとね、しかも反対意見を言うわけでございますので、まあ、結果的に大久保利通によって改正係っていうのは勢力を弱められてしまうわけでございます。まあ、この辺はね以前お話しした通りでございます。ただそんな大久保も明治6年に内務省が設置され、内務卿として実権を握ると、栄一ら改正係が提案した地租改正であるとか殖産興業を推し進めていくことになるわけでございます。まあ、栄一の提案自体が全て気に入らなかったっていうわけではなかったわけでございましょう。まあ、ただ必要だったのは栄一に薩摩の気質を理解して発言すること、もしくは大久保がそのねすぐ返答があったことを受け入れること、果たしてどちらが必要だったわけでございましょうか。